マーク・オリファント・マーク・オリファントは、オーストラリアの物理学者。ヘリウム酸ミエ水素を発見し、1934年、パウル・ハルテックと共に、水素の核融合を発見した。アデレードの近郊で生まれ、アデレード大学で学ぶ。1925年に、アーネスト・ラザフォードの講演を聞いて、ラザフォードと一緒に働きたいと思い、1927年、 キャベンディッシュ研究所に入ることで、その希望を叶えた。オリファントは、ヘリウム酸・三重水素を発見し、重水素の核融合を発見した。第二次大戦が始まると、ロバート・ワトソン・ワットによって開発されたレーダーの改良を行うバークレー研究所に派遣された。1943年から、原爆開発の研究に加わり、アーネスト・ローレンスとウラン235の生成の 研究を行った。1937年に王立協会フェローに選出され、同協会から1943年、ヒューズメダルを受賞した。1945年にイギリスに戻り、バーミンガム大学の教授になった。核兵器の廃絶を目指すパグボッシュ会議に参加している。 1950年オーストラリアに戻り、オーストラリア国立大学の物理学研究センターの所長となり粒子加速器の建設に尽くした。1954年にオーストラリア科学アカデミーを創設し初代の会長になった。大学を引退後、1971年から1976年まで南オーストラリア州総督を務めた。ありがとうございます。